黒猫アマズライトチョッピーせーの黒猫チャンネル、イエーイ、イエーイ。これも食感すごい。お、でけえな。うわ、でけえでけえ。すげえでけえわ。はい、どうもこんにちは。黒猫チャンネルの黒猫です。ありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。なんかまだ暑いっすね。昼間20度超えたりしてるんですよね。11月も半ばになろうとしてるのに、一体どういうことだろうか。こんなもんだったっけ ?11 月ってもっと寒いような気がしたんですけどね。うん。ちょっとね、こんだけ暑いとね、いろいろね、不具合が起きちゃうんですよね。うん。はい、目の前にあるのはね、スマトラオオヒラタクワガタの、禁止カップ?禁止のプリンカップですね。うん。とりあえず取り出した幼虫をね、プリンカップで管理してたんですけど、まあ、随分食根出てきて、かなり でかくなってるやつもいるんですよ。この子なんかめちゃくちゃでかい。なんで今日はこの子たちを出して、ボトルの方に入れていきたいなと思います。ボトル足りるかな?まあ、わかんないけど、一応ね、入れてみましょう。それでわかると思います。じゃあ今日も頑張っていきましょう。一時期はね、食根が全然見えなくて大丈夫かと思ったんですけど、なんのなんの、イグイでね、結構大きくなってみたみたいですね。他も全部大きくなってるんでね、ちょっと体重なんかも測ってみたいなと思います。ほう。スマトラだけにやっぱり、でかそう。これ出すの大変だ。潰さないように。噛まれないように。よし。はい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 。いい感じじゃないですか?いやー、でっかいでっかい。ね。はい、じゃあね、いつもの、これですかね。スプーン。これで測っていきたいなと思います。まあこんな感じだね。行きましょう。はい。お、11.8。まあ11グラムということですね。うんはん。まあまあ大きくなってる。いい感じですね。まあ僕のチャンネルをねよく見てる人はですね、大体やることって決まってるんで。前もこんな感じ見たぞっていうね、そういう感じだと思うんですけど、スマトラ君はね、ちょっとずんぐりしてる感じがするね。大きいやつだからね。入ってもらいましょう。あら、もうちょっと開けた方が良かったか。まあ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 、まあ潜っていってくれるんじゃないかと思いますけどね。よし。はい、こんな感じで作業を進めていきます。二頭目ですね。全部で12頭いるのかな?結構いるんで、時間かかると思うんですけどね。これも食感すごい。お、でけえな。うわ、でけえでけえ。すげえでけえわ。では、体重いきましょう。はい。うわ、うねってるうねってる。おー、16超えてる。16だよね。16で1。いいんじゃないですか?肩もでけえもんな。押すかな?じゃーん。うんこしました。はい。うんこもクソでかいっすよ、これ。クソだけにね。クソだけにね。クソだけにね。ね、ちょっとね、押すかな、メスかなと思って、あれを見てたんですよね。卵巣。なんだけど見えないんで、これはオスかなとやっぱり。ね。まだちょっとわかんないですけどね。オスじゃなかろうかと思ったりします。
入ったとは言い難いんですけど、まあ入るでしょう。多分ね。よし、こうしとこう。あとはまあ自分で潜っていきます。ね。OK! 3投目はどうだろう。うわ、でかー。これもでかいわ。ずんぐりしてますね。これね、でかいんですけど、頭むちゃくちゃ硬いんですよ、やっぱり。ね、やっぱ頭がね、カチカチ。うわ、危ない。頭めっちゃカチカチなんですよ、これ。硬い。いや、あんまり触らん方がいいけど、硬いです。よし、では退場行きましょう。はい。重いぞ、これは。16ぐらいはあるだろう。15.8 か。あ、16になった。15.9。めんどくせえ。16ということにしときます。行きましょう。またうんこしてる。でっかい。危ない。危ねえなー。危ない。はい。ほら、うんこでかい。なんてアンバランスな体。頭めちゃくちゃでかい。いやー、ちょっと穴がね、もうちょっと下まで行けばいいんだけどね。うん。まあこれでも潜っていくんで心配はないと思いますが。よっしゃ、3匹目終わりました。これは触根がいまいちな感じがするから、ちょっとあれじゃないか？ちっちゃい感じじゃないか？うわ、うわー、ちっちゃい。これもうちょっと大きくなってもらってからしようかな。あまりに小さい。うん。もうちょっと大きくなってもらいます。もったいないもんね。これ。よし、じゃあ触根がね、あんまないやつは、ちょっと、もうちょっと大きくなってからっていうことで、行きましょう。これはどうだろうな。これはね、あ、これは底の方結構食ってるし、そこそこの大きさなんで出しましょう。ね。まあ、ちょっともったいない気もするけど。よし。おう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 、まあ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 じゃないですか。10グラムぐらいはあるんじゃないか。なんとですね、うんこして、その上に転げ落ちちゃって、うんこの上でのた落ち回ってるというね。なんだこれは。はい。どこでしょう。乗りましたね。12.3。まあ12だね。うん。これこそ、メスかな？あー、どうだ？ちょっとわかりにくいっちゃわかりにくいっすけどね。うん。まあこれはね、もう、スマトラの場合は大きさで顕著に出てくるんでね。まあ今おすすめ判断しなくてもいいかなと、そういう気がします。いや、なかなかの成長具合ですね。うん。よいしょ。はい、開いちゃって。よし。いい感じだな。はい、うめうめしていきまーす。はい、OK ですね。この子は、かなり食ってる。うわ、バリバリ食ってるわ。ね、大きさもそこそこじゃないかな。一番でかかったりして。ん？まあまあなんじゃない？これはメスですかね。なんか頭もちっちゃいし、卵巣っぽいものがね、ここに見えますね。ここに。うわお、またうんこしたなんだお前ら。これはね、頭の大きさ的にもやっぱこれがメスだな。はぁ、あ。よしよし、メスもいるということでね。ちょっと、モチベ上がってきたぞ。
はい。女の子です。ね。やっぱ頭もちっちゃいね。同じ三例でもこれだけ違いが出るのか。入ってってもらいましょう。オッケー、5匹目終了です。そうだね、この子もそれなりに触根は出てきてるので、今回交換しましょう。ね。まだいけるっちゃいけるんですけどね。よっ。ああ、まだちっちゃい。2例かな。頭ちっちゃいです。はい。この大きさなら焦らずにやればよかったかな。はーい。はは、6.9g。オスメス判断は、今回は保留かな？うん。なんか、見えないっちゃ見えない気がするけどね。うん。ちっちゃいちっちゃい幼虫餌交換です。まだ2例ですね。ね、もうちょっと引っ張ってよかった、ほんと。はい、入っちゃいましょう。案外遅いね。よし、OK ですね。6投目終わり。とりあえずあと6頭いるんですけど、これもまあ、もうちょっと引っ張っていいかな？あ、これ全然引っ張れるね。これも。これもね、まだまだいけると思う。もったいないのでね、禁止も。うん。これ結構でかいプリンカップなんですよ。ということで、ちょっとこの子たちはね、交換やめとこうかなと思います。ね、もう少し引っ張ってからですね。はいはい。ということで、今日は6頭を餌交換しました。一応ね、9月8日に割り出したグループは12頭いまして、それより前に割り出した子が2頭いるのかな。うん。そして産卵セットもう一回組んでるんですけど、メスがまあお亡くなりになったんで、産んでないかもしれない。そんなところですね。まあ、とりあえず類談はできたと。うん。じゃあとりあえず最後にね、オス見て終わりましょうか。お、これがね、この子たちのお父さんになります。でけえ。やっべえな、こいつ、ほんとな。はい、こんな感じ。ちょっと挟まれたらひとたまりもないんでね。慎重にやってますけど、まあ、とにかく大きいっすね。こんな立派な子になるのかな？はい、今日はね、これでお別れです。黒猫チャンネルの黒猫でした。またよかったらね、コメントなんかで感想を聞かせてください。バイバーイ。